ははマジです。はい、い、さんんこにちアニセです。ということでアマゾンプライムで配信中の「私の夫と結婚して」第13話見ましたオーマイガーって感じ <laughs> っていう本当にどうしようっていう今日もう1話あるのでもうそれだけが救いもう本当によかったなって思ってるんですけどんとざっくりまとめると2点あるかなと思っててこの13話。まず1つが完全にゲームチェンジしたっていうこと。 でもう一つが全員がすすぎたってこことと <laughs> もうこの2点に集約されるかなと思いますでもうどんなやばさだったかっていうのは多分皆さんが見てると思うので、まあ、特に私がこれやばかったなって思うポイントをちょっとつらつらね語っていきたいと思いますので皆さんぜひ最後までご覧くださいもういきなり始まった瞬間待ってましたっていう感情が強すぎてもう1週間長かったよね。何するにもさうち大丈夫かな もう部長どうなるんだろうっていうのをずっと考えちゃっててもうやばいなと思ってたんですけど、まあ、そこからね、まあ、意識はやっぱりこう物語もまだまだ残ってますので、まあ、ここでね部長を死ななせるわけにはいかないかとだからジオンと同じく私も強い気持ちでね「部長はきっと生き返るだろう」っていうのを思いながらあの見させていただいてたんですが、まあ、今回最初っからジオンがちょっと大変な目に遭ってるんですけどやっぱり服の色でなんかジオンの心情を表してるなっていうのは確信が持ててで今回また 黒に戻ってましたよねだからなんかそこをもう一つ楽しみ方として注目すべきポイントなのかなっていうのは個人的に感じました。でまた事実として明らかになったのはスミンのねお母さんがジオンの、まあ、実の 母親だったっていうことです。これはうっすらね、なんとなくこう伏線はあったんですけど、やっぱりジウォンも知ってましたね。でスミンも私だってみたいなことになってましたけど、まあこれはまた後で喋りましょう。面会の時、お母さんと一緒にね、1日デートした時もやっぱりスミンの差し金だったっていうところで、まあそこにもお前も かっていう。もうま,またまた絡んでるんですか？っていうのがね。ちょっと気になってはしまったんですけどもねえ。もうそんなことあるっていう。もう複雑すぎやろっていうのが正直な感想ですね。で、そしてですね。ゆらさんの圧ですよ。もうゆらさん終始。ちょっとちょっとしゃっくり触るなっていうか <laughs>、ゆらさんずっとなんか？ん っっってて思っちゃってましたね私はいやあ由さんすごいねあれぐらい強くね「私知らない邪魔だからどけちゃう」みたいな感じで <laughs> できるの羨ましい私はできないそしてクソ旦那はやっぱりすぐ金になびきますねもう誰でもええんかいっていう確かに美人だしねみんな出てくる人で。 で幸せですよね。あんな美人でねあのそれこそユラさんもスミンもねすごくおきれいですしジョオンももちろんおきれいなわけじゃないですかだからそんな女性たちにチヤホヤされたらまあまあって感じですよねエレベーターの中でねジョオンとミンファンが2人きりになって「お前どういうことだよ!」みたいな感じで、ね、こうガンっていくわけですけど。 いや、あの時ちょっと殺されるかと思ったよね。いや、ちょっと怖かった。取引先とおそらく電話してたと思うんですよ。だから電話切れたかな。大丈夫かなとか、すっごい心配になっちゃって、なんか、え、その言葉聞かれてないのかなとか。そう、横でちゃんと切れたかなみたいなのを一生心配してました。 大丈夫だったかしら。<laughs> でジオンもジオンもねあのシーンでやり返しててすごい偉いけど周りにさ違った形でどんどん敵を作っちゃってる気がしてうーんんかよからぬところでねもうやっとゲームチェンジして結婚してあーこれで良かったんだって思った矢先だったんでいやーちょっとどうかなーっていうのが。 心配ですねで今回印象がが変わった人物として医師長が挙げられますね私個人的な感想なんですけど「あれやっぱいい人じゃん」って「部長何考えてるんですか?」みたいな感じで聞いてたと思うんですけど「ワンちゃんやっぱ知ってるえっどうなんだろう?」ってやっぱり疑いの目を持ってしまう。そして ピンチの時には必ず助けてくれるし、ヤン市長の件も自分のことのように怒ってくれてたじゃないですか。だからあれみたいな。悪い人じゃないんだっていうのが今回の感想ですね。ダンプカーの件もいい市長がね、突き止めてくださったじゃないですか。だからいやー、ん って、ね、ちょっと思いましたねで。そのシーンの時に部長がなんかこう整理しててますみたたいな言ってたじゃないですかだからもう死に間際みたいな整理をしてたと思うんですけどただこう一緒にいれないからって言ってたのがすごく辛くていやいやいや,いやじゃあ何のために戻ったのよっていうのは正直感じてしまったなあいやねマジで良かったんだけどなでジオンを殺したらまあ100倍だからみんな狙うんやなっていうところは、まあ、ね 心理的なところでいくと分からなくはない。分からなくはないけど、そこから100倍になったお金をもらったとて、きれいなお金じゃないじゃないですか。だからそれもらってみんなどうすんのっていうのは、ちょっと正直思うかなって思うし、お金が手に入る、じゃあ殺そうになる、このイコールが分かんない。な、な、なぜみたいなところがすごく思ってしまうので、なんでだろうね。<laughs> ちょっと理解できない。ちょっと理解できないんですけど、どうしましょう。皆さん、そのシーンどう思いましたか <laughs> であとそうだよねって思ったのがやっぱり親が親だからスミンがこうなっちゃったんだなっていうところ家庭環境複雑すぎるっていうところもあってこう愛情が欲しかったんだろうね自分を一心に愛してくれる相手っていうのをずっと探してたんじゃないかなっていうのを思いましただからずっと、まあ、クソだなとは思ってたけど一概にも頭ごなしにクソとは言えない 理解はするって感じいや。もちろん彼女がやってることに対しては肯定はしないし、んって思うことの方が多いけど、でもそういう背景を知ると理解はできるなって感じ。ただ許されることではないなって感じですね。だからお金イコール殺すになるのが意味わからんすぎて、私今回のメモの中に5、6回書いてます。<laughs> なぜ動機が単純すぎるでしょ 本当にも <laughs>、ね、だから今回その本当にゲームチェンジしたからどっちかっていうとペントハウス寄りになってきたよね最初は「キム秘書は一体なぜとかそういうなんかポップなラブコメみたいな感じで進んできたけどなんか今回この13話から完全に変わってペントハウス期なんかもう誰が誰を殺して誰がお金持ちになるかみたいなゲームに変わってきたからいやあと思うな。でジオンが実際に、まあ、事故に遭いかけた日だから部長が事故に遭った日だよねがこうお父さんの命日だったっていうところがあったじゃん ですかだから「あお墓参りに行くねじゃあその日 d デイにしよう」みたいなのもうけがわからんどういうことみたいな <laughs> もうさあもう理解に苦しみすぎてさカオスって思っちゃった本当にで最後の録音ですよこれ語らずにはいられないこう部長がね最後にね漢字恩師っつってねなんかつらつら「なんか私は交通事故で2023年に死にました」みたいなのをね言うわけですよ。それもね、後々ジオンが聞いて。<laughs> ってなるわけなんですけどだからそこまで本当に覚悟して止めに入ったってことだよねだから部長がもしいなかったら、まあ、ジオンはもう完全に死んでいたとその運命をどうなってたんだろうとは思うんだけどいやーねースミンもやばいけど お、まあ、お母さんお父さんん父も相当やばいだから私個人的に今回のこう騒動を全部客観的に見てなんか今回クソ旦那とスミンがそのユラの話を聞いてたら何、まあ、とか勝利してくれるから大丈夫みたいな感じになってるけどクソ旦那がクソすぎて「あこいつらマジで使えねえ」ってなればいいなって思ったそれが一番のシナリオかもっていうふうにもちょっと思ったんですよね。いいやどどうななるか分かんないけど いやね、でそこから女の戦いに入っていくわけなんですがジオンとスミンのこう言い合いすごかったですね両者譲らずってこのことを言うんだって本当にね正しい日本語を使っている気がするんですけど。 バクミニョンちゃんのここまでの先私初めて聞いたかもしれないですここまでの喧嘩シーンってしかも同性でね別れ話とかはちょいちょい見たことあったけど女の子同士のこの言い合いでこんな感じは正直見たことないぞって思いましたちょっと鳥肌立ったねでスミンガチすぎたけど、まあ、ちょっとかわいそうっていうのもちょっとは思ったかなあとあなたの幸せをもっと奪ってやるとかあなたが幸せになるの許せないみたいなことを言ってたと思うんですけどそこに関しては 本当にいつまでなんか他人に依存した人生を送るのかなっていうのは気になったしそんな人生楽しくないですよっていうのは彼女たちよりも多分生きてないけど私から見てもそう思ってしまいましたねで今回全体を通してやっぱり運命がこう狂ってきちゃってるっていうのが一個あると思っててこう良かれと思ってやった部長の行動がすっごくこう結果的に困らすことになっちゃってたりとか、まあ、もちろん気持ちは伝わってるんだろうけどねとか結構 もうジオンとしなかったこことでだいぶこじれてきたっていうところが正直あると思うしヤン七長の浮気の件とかも含めていやーいろいろ無事だったらいいけどなーっていうのをね思わざるを得ない展開となりましたでゆらさんはね UNO に言ってたじゃないですかだから UNO はいかんとってお願いやめてってそういううのの使い方しんといてっていうのは。 個人的に思ったところですかね。いやー、どうなるのかってところで最後部長がね、目を覚ましたシーンで終わりました。よかった。これはよかった。まあ、目を覚ますだろうとは私は思っていたが、それはすごいよかったです。うん。まあ、それはよかったんだけど、で、それで終わればよかったんだけど、いや、さ、次回予告いるもう、あれを見ちゃったから気になってしゃあないんやけど、まあ、今日配信やからいいけどさ、みたいな。 もうこのドラマに関してはもう自家欲告いらないです見せないでくださいっていう感じだしもうなんか今回13話楽しみにしてたっていうところももちろんあったんですけどなんせ疲れたしんどい見るのがもうああみたいなエネルギー使いません皆さんなんかいらんことをいっぱい考えなきゃいけない気もしてなんか疲れましたよね 皆さん本当にね楽しかったですねっていうお疲れ様でした。もう今日もお疲れ様でした本当に。あの今夜も配信が予定されておりますのでまた明日レビューしていきたいと思います。皆さん本日もご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。あんにゃー。